硫黄島方面、強風波浪濃霧注意報、硫黄島方面、強風波浪注意報に更新発生となりました。伊豆諸島南部では強風や高波に注意してください。また濃霧による軽障害に注意してください。八丈島継続強風波浪濃霧注意報解除、雷注意報、風注意期間は23日明け方まで。北の風最大風速15メートル、波は注意期間23日朝まで。ピークは22日夜遅く、波高4メートル。濃霧は注意期間23日朝まで。陸上指定100メートル以下、海上指定500メートル以下。火事項はうねり。三宅島警察強風波浪注意報解除、雷注意報。風は注意期間23日明け方まで。ピークは22日夜遅く、北の風最大風速は16メートル、波は11時間23日朝まで。ピークは22日夜遅く、波高は4メートル、火事項はうねり。以上が23時1分、広島方面強風波浪濃霧注意報、三宅島方面強風波浪注意報、更新設定のお知らせでした。続いて0時観測の実況からお知らせします。八丈島では北東の風 1.1メートル、気圧 1006.6、 気温 16.3 度、三宅島北北東の風 13.3 メートル、気圧 1008.5、 気温 15.6 度、無線地部では北の風 9.6 メートル、最大で 15.8 メートル、水域灯台では北の風 12 メートル、波は不明です。次に昨日22日17時発生の予想です。今日23日は北の風やや強く、のち西の風、予想最大風速8キロ、風12メートル、三宅島北の風13メートル。天気は昼前から晴れ、八丈島では朝まで引き、海上波3メートル、のち2メートル、うねりを伴う。24日は西の風、予想最大風速、八丈島、三宅島ともに西の風7メートル。天気は晴れ、時々曇り、海上波2メートル、のち 1.5 メートル、うねりを伴う。なお、中域、八丈島方面に、強風波浪濃霧注意報、三宅島方面に強風波浪注意報が発令中です。以上がこの時間の気象のお知らせでした。その他無駄手通報ありません。各局こちらは八丈漁場、通報ありましたらどうぞ。